そして続いて一之瀬ウルハ選手、聞こえてますか？はい。まあ、今度は聖地キルジョイというようなピックがあったようですけれども、こちらも同じくです、ローは振り返ってみていかがですか？そうっすね、みんなが強くてそうっすね、私が一番下手くそなんで、ちょっと時間を稼げたらと思ってやってたんですけど、みんなが強すぎて感激しました。いや本当にね、ここまでたどり着いたということで、明日ぜひね、このローアーのファイナルリベンジマッチにもなりますけれどもね、景色違いますから、はい、頑張っていただければと思います。そして最後クザ選手、はい、スカイやソーバのピックがありまして、最後もいい位置のキルありましたが、振り返ってみて自分のプレーどうですか？いやというかね、もうローワーをやっぱ観戦できなかった人たち逆にかわいそうだなっていう試合内容で、いや僕らがかわいそうってことですよねそれはね見たかったですもん見たかったですね、もうすごいね、肉薄する、肉薄ってどういう意味かわかんないんですけど、マジでマジでもう、そう接戦でみんなの力ほんと借りたん でやっぱ取れるとこすごい落としちゃったんで自分で、いや明日は絶対落とさないようにしようっていうところを、そこのあの日本語難しいですねまあでもローアーのこの他のチームも前もう負けられないですか、聞き迫る中でこう取り切るっていうのね、なかなか難しい、そうですね、ことではありますよね、ちょっと かじりつきますはい、まだあれですからね、優勝への道筋が見えてるわけですから ね、あと1勝そしてもう1勝という形になっています。では見事ローアーファイナル進出となりました秘伝の一族の皆さんでした。改めてありがとうございました、おめでとうございます。ありがとうございました、ありがとうございました。秘伝の一族の皆さん一族総出